原発事故の時、周辺自治体はどう対応すべきなのか原子力規制委員会は事故時の避難基準などを定めた原子力災害対策指針の改定案を了承した現実にはこういったその防災災害対策が発動されるような事態を招いてはいけないその上で万が一 ということをの対策としてこの防災計画を作ると。内容はこうだ原発から5キロ圏内の住民には工場船の被ばくを抑える安定用素材を事前に各家庭に配布し避難時に服用また5キロから30キロの範囲では放射線量が1時間あたり500マイクロシーベルトが測定された時点で即避難 といったた指針が定められたこの指針をもとに原発周辺の各自治体は来月18日までに防災計画を作ることになっている。